風が強くて全く読めねえ。何の用か知らんが、やっぱり俺から声をかけるべきなのか。いや、でもなんで。夕焼けが綺麗ですね。いかんいかんいかん。ロマンチックで非現実的なボーイミーツガールを期待しているのでは。どうもそんな感じだ。ない。とにかく彼女の期待を裏切るわけにはいかん。今日は風が騒がしいな。いや、なんか死にたくなってきた。やっちまったか。いや、嬉しそうだ。でも少しこの風泣いています。面白いわこの人。後ろに座られた時は少し嬉しかったんですわ。でもね、俺には空想力ってやつはないみたいで。ですから、すでに呼ばせてもらってます、二人の救助隊を。どうやら風が街に良くないものを運んできちまったようだ。なんで今日に限ってテンション高いんだ。かーじゃねえよ。ほら、めっちゃ嬉しそう。この空間をぶち抜いて帰らせてもらうよ。急ごう、風が止む前に。何を言ってんだ俺は。待て。おい、やべえって。そこのコンビニポテト半額だよ。おい、行こうぜ。空気読めよお前。なんで。ん、自作小説ですか。少年と少女が河原で出会うラブストーリーか。びっくりするほど今の状況と一致してやがる。すごい偶然だ。ただ問題は、この主人公を特徴的な設定をしてやがる。俺が孤独でネクラなオタクに見えたってことか。